お疲れちゃんのサラッタです。今日はですね、こちら公開店ジャイフルやっていきたいと思います。さあ、というわけでですね、懐かしのジャイディガーですね。これマスケの枠が前までマジアジアで使われてたんですけど、まあ海外のプレイヤーがねこの方で使ってて、マジ8500いくかいかないかぐらいのところで使ってました。やばいです。はい、まあ、というわけでこのデッキやっていくんですけど、これ3枚強化されましたね。このデッキのジャイ、マスケ、ミニペカで、まあ特になんですけど、ジャイとマスケがやべえな。ミニペッカーはね、あんまわかんないんだけど、まあマスケは見るからに早いのと、ジャイがね、マルチでもめっちゃ流行ってるし、なんかね、めっちゃ残ってんすよ。お前殴りすぎやろっていうぐらいなんか結構強くなってて、いやめっちゃ強いですよね。マジどんぐらい強いかっていうと、マジね、次回予告ぐらい強いの。うん、強すぎるこれは、本当に。まあそんなわけで、はい、やっていきたいと思います。さあ、まあ、マスケマジでやばいっすよ。マスケミニペジャイ、これね、どっかのヤキちゃんもすごい喜んでそうな、ね、マスケミニペ。さあどうしよう、いや暇だな。まあ、マスケでいいや。でこのデッキはガチで回転早いから、ケツジャイして2周目ジャイ、3周目ジャイを回すのもよしだし、ジャイを出さずにずっと戦うっていうのもありです。よいしょ、そのジャイ、よいしょ、ここは一旦ジャイで受けたんですけど、そのジャイを出さずにっていうのは、まあ、ディガー、コウモリ、スケ、マスケ、ウッドザップとか、その辺だけで回すっていうのもありですね。で、この今、ジャイが届いてるも 4% ですね。HP4% の強化がね、やっぱでかいですね。ジャイって、まあ、5コスで結構な体力あるんですよ、こいつ。だから舐めてるとね、いや、まあ、そんな殴んのかいっていうぐらい殴るんで、ちょっと気をつけないとやばいですね。さあ暇なので一旦ケツからクミクミしましょうか。でマスケも相当優秀ですからね。いやー今ね、そのアチャクイブーム来てというか、まあアチャクイであんまみんなね気づいてないかもしれないですけど、来るっすからね、本当に笑えないぐらいマスケ強いですから今。いやロケホちょっと邪魔だな。でウッドザップっていうのもこれちょっといいっすよね。ザップでスケルトン部隊処理して、まあバレルに対してウッドもね、であとここはさミニペ追加してあげて、トリトンで金ギトしてきたんで、この瞬間にではね、ちょっとコストがないんですよ。あ、でもいいバレル。いや、防衛バレル、それはプロ。ウッドすればよかったか？よいしょ。一発、カツーン！いや、でかい。で、こっちはスケで守ってあげるよと。で、ウッドザップだと、まあなんだろう。まあ大型がきついとかあるかもしれないんですけど、まあ言うて、マスケでなんとかなるのと、こっちもね、攻めてあげればいいんですよ。逆サイドね。キング降りに行けばいいです。で、キング降りに行くと、あ、いやね、やばいやばい、キングおられるってなって、防衛してくれるんで、ええ感じになるよねっていう、よいしょ。さあ、ここはまあ、ええ感じに引っこ抜いてあげて、さあ、よいしょ。さあ、気づけば、ジャイが2体目。HP 残りすぎてる。さあ、ザップ若さで早めに打って上げて、気づけばディガーで、もう一回なんならね、ジャイ回せるんじゃねえかっていう。よいしょ。やばいんすよ。これ体力が高えの、これジャイ。えぐくない？フルで残ってるよ、ガチで。これ、スケルトン部隊かわかんないけど。やばい。いいトリトンや。いいトリトンや。せっかくならキング降りたかったよっていうので、あはすね。本当に、ジャイが強いっていう、ちょっと珍しい環境というか、まあ、なんかちょっと違和感があるというかね。なんかあんま目立ってるわけではないですけど、なんかね、使われた時に強くねっていうのはちょっと今までよりも思うようになりましたね。まあ、そんなわけで、ジャイですね。なんで、こう、さっきみたいな、なんだろう、受けとかがちょっと危なかったら、ジャイで一旦受けて、横からミニペッカで殴るとか、まあそういったことも、まあ大事にはなってきます。さあ、キング起動です。で、このね、一つ思うのが、ザップの枠、雪玉でもいい説っていうのを、まあ結構思うし、雪でもいいとは思うんですよ。まあ本当でもそれは好みかな。まあ好みで言うと、俺もね、雪玉派なんですけどね、ぶっちゃけ。よいしょ。やっぱノックバックあるとね、そのアチャクに対しても結構対策になりますし、なんか、雪でよくねっていう。
まあ、ザップだとね、やっぱジャイプラスディガーで、ターゲットをね、ディガーに変えれるんですよ。で、ジャイがミリ残って、相手のタワーにすごい入るみたいな。があるからね、まあ、ザップもね、っていう。ジャイ HP 結局、っていうか、強化されたしねって思いながら。よいしょ。さあ、耐える。で、これ、相手ペッカーなのかな？ゴースユの。メガネットなんかペッカーなんかちょっとわかんないっすね。さあ。まあ、後ろから出して。まあ、メガナイトだったらもうジャイミニペ組めば GG みたいなとこありますからね。そこでさっき相手ね、スキル使い忘れてましたよね。さあ、ここがジャイ蓋で組んであげて、いや、これ行ってもいい気すんな。メガナイトっすね。まあ、でもここのミニペッカがそこそこに強いね。そこそこに強いね。いやー、めっちゃ強いね、あんた。いや、マプツ！うわー、惜しい！今の殴ってたらさすがにぶっ壊れか。さあ、まあまあ。メガラムでしたね。で、僕も高回転なんで、ここで本気出して無理やりジャイ行ったりすると相手は止まんないっすね。っていうのも、まあありではある。どうしようかな。まあ、おとなしく形組んでいい説がある。うわー、ライトニング。まあ、ちょっとスケが早かった。まあ、ライト打ってきたんですけど、さあ、ここですね。これ。なんと、次も僕、J が回ってます。で、ここで、まあ、同サイは、ちょっとね、あれってなったら逆サイ行ってください。いや、これ強いですよ。相手止まんないですよ。ディガーもいけるな、これ。あれ？あ、ま、待って。ディガーも行っちゃったから。いや、でも、にょさあ、ですが、キングへのプレッシャーがやばいのと、一回これケツからいっちゃおう。いや、行き過ぎ行き過ぎ行き過ぎ。いや、殴りすぎやろっていうぐらい殴ってくれる。さあ、ミニペゲーです。まあ、回転面でね、今みたいな本当もう2周目のジャイミニペが止まんないっすね。これライトくるっすね。今度かい。さあ、ね、ここっすね。ここでもうこっち行っちゃってあげればいいんですよ。まあ、行かなくてもよかったかもしんないけど。さあ、これがもうジャイがね、止まんない止まんない。で、ここで相手が対応してきたら、またキングにね、右側にね、今端前ジャイ行くのもありなんですよ。まあ行ってもなさそうだな、ぶっちゃけ。ガチで丁寧に行くと、もうここ押さえて、もう一回形組んでかな。で、最悪ウッドザップ削りっていう変態な削り方もできます。よいしょ。さあ、ミニペッカで溶かしてあげて。よいしょ。あれ？俺、もしかして、負けちゃう？やばい。危ない危ない危ない。さあ、怖い怖い怖い。マジで怖い。マジで怖い。やばい。やばい。マジでやばい。危ない危ない。いや、耐えて耐えて耐えて。危ねえ。本当に笑えねえよ。本当に笑えねえ。危ねえ。危ねえ。ガチで今負けたか思った。いやー、これ、雪使ったし、さすがに勝ったっすね。やぶねー。危ねー、危ねー。ヒヤヒヤしちゃった。なんか、うまかったかね。ね、もうさすがに勝った余裕や、思うたら、ちょっとだけ忘れましたけど、まあ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 、途中ありましたけど、やっぱ2周目のジャイミニピとかほんと止まんないんでね。1周目のジャイは飾りでってやってると、意外と1周目で刺さったりしますからね。さあ、ちょっとね、雪玉にもしてみました。まあ、ザップ。ザップだとね、たぎり性できるから、ミリ残り試合を残して、最後ね、ネジ伏せることができると。雪だとまあ、逆にね、ジャイの近くにいるユニット雪玉でポーン弾いて、
まあダメージ稼げるよねっていう。うわ、ヤンキー、ヤンキー、ヤンキー。ドヤンでしょ。さ、これジャイスケラーっすね。いや、もうジャイなんすよ。ガチでガチでガチで、これマルチ上で流行ってるジャイスケラーしかありえないでしょ。ほんとに。いや、京介かーい。もうジャイね、行かれるかもしれないんですけど、まあまあ別に相手の京介をね、溶かせると思えば。さあ、京介スケラー、ネクロちゃん、ちょっとレアですね。いや、ハイスピー。わかんない、わかんない、わかんない。怖いよ。すごいな、君のデッキ。楽しそうだ。さあ、強化されたね。マスケが。殴んの早いからな、こいつ、マジで。さあ、スキル使ってきた。さあ、マスケ頑張ってもらってね。こういう小物系にも、ちょっと強い。これ相手やったっすよ。てか結構コスト使ってると思うんですよね。ネクロが来んのか何が来んのか。いってらっしゃい。あー、ネクロですね。いや、ネクロなー、やだね。ミニペマスケってやっぱ軽くは出るんだけど、この小物系が厄介なんですよ。だからそこをカバーする、まあ雪ザップとか雪ウッドなんですよね。まあ、僕ぐらいになると。よいしょ。おしゃれに。おしゃれに全処理したかったけど、全残りまあまあまあ。まあ、回転でね、ちょっと回して回して。よいしょー。オッケーオッケー。いや、怖っ。後ろディガーの雪ウッドとかでね、ディガーウッド、ディガー雪ウッドで、それこそね、ウィザードとか、まあ、そういうなんか、遠距離系の、この、本当だったらファイエポとかで倒すような相手を相手できると、まあ、でかいかなっていう。相手、独特だなぁ。独特どころの騒ぎじゃねえよ、こんな。さあ、もうフィーバーですよ、フィーバー。フィーバー!レッツゴー!さあ、ディガーで、掘って、掘って、掘って。いや、ザップあったらよかったけど、まあ、雪玉、雪玉でね。さあ悪くないですよと。まあまあまあ、マスケな。マスケも優秀ですね。マジアジアでもそうだけど。さあ来た。よろしく。まあ、最悪だからもうジャイ出さなくてもいいっていうやつですね。まあでも出した方が多分強いんですよね。もうなんか出し毒とまだいかないですけど、やっぱ火力、なんかタワーまで届けばね、ほんと一発どんぐらい消すんだろう、ジャイって。さあ250、11レベルで。でも乾燥とかだと300何歩とか削るんでしょうね。さあ、メガナイトとかも、まあ、ジャイ受けしていいと思いますね。ジャイ受けして、横からミニペッカとかで殴るとかかな。さあ、これちょっと残したいですね。ああ、めっちゃいいポイズンすぎんこれ。やばいって、ひたひたやで、これ。さあ、これ横から殴ってあげると、自然とね、このジャイミニペのカウンターになるんですよ。あー、インドか。撃ってもいいけど、あ、コウモリ来たから撃っちゃおう。さあ、攻撃速度上がったよ、6% ぐらい。さあ、2発。メガナイトインドディガポイ。え、これガチ昔のやつじゃない？ザップパーン。うん。いや、古い、なんかあるんすけど、そういうのが。まあ、違うのか。さあ。ちょっと。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。コウモリがさっききついぞ。おい。エレキちゃんね。ガチで、めっちゃ昔の、メガナイトディガっぽい説。さあ、スケで守って。まあ、あとは、ぶっちゃけ、ケツジャイから組んでもいいっすね、もう。まあ、ディガーでこうやって削ってもいいんですけど。さあ、マスケ出してもポイズン打たれるんで。さあ、ポイズン打ってくれた。からの、
回転が早いので、ここやばいっすよ。ここでもう一回ジャイいけるっすからね。いやー、相手絶対きついね、これ。メガナイトで踏んだとしても、もうジャイがね、やっぱタワーまでこれ届くと、これだけで結構削っちゃうんだね。そう。いやー、ジャイパンチで勝てで、こうユニットとかがぶつかり合うところを、雪玉とかウッドとかでね、カバーしてあげると、ユニット対決結構勝ってくれますね。うん。まあ、あとはもうほんと雪ウッド圏内なんで、まあ、なんか逆サイドにね、変なことしとけば。よいしょ。さあ、これで雪ウッドで落ちなかったらおもろいですけど。オーケーイ。さあ、ということで、まあ、なんか、ジャイね、安牌、なんか普通な、まあ、なんかね、地道よーって感じっすね。はい、というわけで今日は高回転ジャイホリやったんですけど、まあ、マスケ、マジアジとかでもいいと思うんですけど、結局マスケがやっぱ強化されて強いと思うので、まあ、このジャイマスケミニペね、はい、皆さんもぜひ使ってみてください。チャンネル登録、高評価もね、お願いします。では、お疲れチャンネルです。またねー。